ラドンの温泉で傷を癒したゴジラは再びガイガンの挑戦を受けた。今度こそ勝つ。ゴジラの闘志は炎のように燃えていた。3日後にリターンマッチか。それでゴジラは今どこに？新しい必殺技を編み出すとか言ってキングシーサーのところで修行しているの。修行？特訓やのって修行かいな。なんでも今度の必殺技は精神統一が重要なんだって。してるわ。ドルンドル、修行中に居眠りするとは何事じゃ。すまん。そんなことではガイガンに勝つことなど100万年経ってもできんわ。いよいよ明日やな。ゴジラは勝つよ。きっと勝つよ。あ、流れ星。ゴジラ。トレマ。ついに決戦の時は来た。強敵ガイガンを相手にゴジラは勝利を収めることができるのであろうか。